イラク屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。今回はこちらのトーク線を使って施術を行いたいと思います。トーク線というのは、タイに伝わる傷治療法と言われるセラピーです。凝ったお体にですね、こういうふうにトン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 と叩いていくことで凝りをほぐして、血行を良くして、またこうその音の響きがですね、気分をリラックスさせるというような、いろいろと効果のある、体に優しいセラピーです。ではやっていきます。ももはさん、いかがですか？想像してたより痛くなかったね。あ、これ痛くないですよ。どうでしょうか。不思議な感じ。そうですね。やっぱり通常の整体とかマッサージとは感覚が随分違うものなので、ねえ、すぐに気持ちいいって感じる方もいらっしゃいますし、なんか不思議な感じっていうので、なんとも言いにくいみたいな、そうですね。方もいらっしゃいますね。嫌な感じはないですかね。ないです。はい。最初ちょっと、って思うような方もですね、やってるうちになんとなく、なんかこう、一定のリズム感が、気持ちよく感じるとか、癖になりそうとかっていうふうに、おっしゃっていただくこと多いですね。独特の感触なので、これがいいなと思うと、やっぱり本当にぜひこれまた受けたいなというふうになるようなものですね。気持ちいい。肩気持ちよかったですか？そうですね。割と硬さが強い方が気持ちよく感じる傾向がありますね。自分が本当に凝ってるところとか、腕なんかも響くんですよ。指先なんかではこうちょっと入りにくいようなところとか、指でやられるのは抵抗があるような場所もですね、トーク線だとあまり嫌な感じがなく、スッと。一回一回の振動がすごく短いので、しつこくギュギュ押されるのは嫌なっていうような方にも向いてますね。軽い感じですよね。ああ、よく 厚みがないですね。でもこれ癖になるの分かりますあ、ね。癖になるの分かってきました。ちょっと分かってきました。なんかやってるうちにこう気持ちいいんですよですね。慣ね。れてくると気持ちいいそう、です慣れてね。くると気持ちいい。そういうふうにおっしゃる方もいますね。全然好きじゃないっていう人ってあんまりいらっしゃらなくて、割とこう最初から気持ちいいって感じる方とか、私はちょっとよく分かんないって言ってた方も、やってるうちになんか、もっとやっててほしいっていうふうにね、おっしゃったりとか。こう脊髄を活性化するとも言われてますので、すごくこう神経伝達も良くなります。だから、なんだかこう、体のが言うこと聞かないみたいなね、人にもいいですね。すごくね、この木のナチュラルな音なので、この音自体に癒し効果があると言われてるんですね。
こっちにですか、横向きに、はい、そうですね、この辺はどうですか、気持ちいいです、はい、私これ好きです好きでしたか、はい、はい、反対横向きに、失礼します、で、すごくね早いんですよ、これでやると、はい、結構広範囲を早くほぐすことができるんですね、体って大人でも6割から7割ぐらい水分なんで、はい、振動って水ってこう波紋が広がるように伝わっていきますよね、はい、それでこう緩む効果が高いんですね、このトントントンっていう風に叩いた振動が体の水分で離れたところまで伝わっていくんですね、それにもできますね、はい、ちょっと桃の方やっていきますね、この辺って、はい、手で押されたことありますか？あ、その辺苦手なんです。苦手ですよね、はい、そうなんですよ、トーク線でやられてるのはどうですか？あ、やっぱりくすぐったいですか？はい、手でやられるよりはだいぶいいんじゃないかと思うんですが、あ、そうですね、そうですよね、はい、はい、ここはすごく張るところで、はい、ほぐしたいんですけど、はい、あまりにもそう張ってしまってるとくすぐったく感じてしまって、はい、っていう風になるんですね、で手なんかでやるよりはこういう風に叩くしべきでやるとですね、はい、割とこうくすぐったく感じやすい方でも、はい、まあ我慢できるぐらいの感じで受けられるっていうことですね、他ほぐれてきたり結構良くなってくると、うん、大丈夫だったりしますよ、あ、あそこダメなんだよなって意識すると、くすぐったく感じちゃうっていうのもあるので、ちょっと他のところやってごまかして、だいぶ、あ、この響きますね、はい、はい、足首めっちゃ痛い、そうですね、やっぱり疲れが溜まってるんですね、軽い力で叩いてるので刺激自体は弱いんですけど、まあ、ツボが凝ってるとですね、この辺ですよね、もう軽く押してもやっぱり痛いんですね、はい、足冷たいですね、ではちょっとお尻側、反対側もやっていきますね、お尻の方はどうですか？気持ちいいです、はい、桃の方やりますね。
割とあと、まあ、両方ダメってことって割となくて、右が特にダメなんですとか、はい、左が特にダメなんですっていうようなことが多いんで、こちらは大丈夫かもしれないですね。どうでしょうか。あ、でもそうですね、さっきより、はい、大丈夫、はい、やり始めに、あ、大丈夫かもっていう感じであれば、あの、やってて辛くなるっていうのはないはずですね。はい、ちょっと嫌な感じですかね。はい。すねの方やりますね。ここはあの胃経なんですよ。胃の経絡ですね。どうですかここは。いや、そこは気持ちいい。気持ちいい響きですかね。はい。仕組みのようになるとちょっと痛いなって感じですかね。はい、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 しますね。足の裏もちょっとやっていきますね。結構足の幅が細いですね。合う靴あんまりないんじゃないですか。そうなんですよ、子供靴履いてます。あ、なるほど、はい、そうです。足自体もちっちゃいんですか。そうです、22センチ。あー、22センチで、そうですよね。なかなか大人の靴で探すの大変ですよね。はい、なんか最近の人足大きいです最近の人はって24歳。最近の人じゃないんですか。どうですか、足。足裏めっちゃ気持ちいいです。気持ちいいですか。はい。あ、土踏まずが気持ちいい。気持ちいい。はい。でもいつも足裏痛いんですよね。はい。はい。指で押すのとトーク線の感覚も全然違いますよね。あ、違いますで、なしもこうなりますね。なんかかかとが普通の男性とかからしたら半分ぐらいしかないような小ささですよね、もっと。かかと小さいですよね。めっちゃちっちゃいですね。なんかうちの息子と同じぐらいしかないようなかかとだけ見ると。歩くのも大変ですね。じゃあ、あんまり合う靴ないと。そうなんですよ。内股のせいか、かかとがすり減っちゃって。あ、はい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 、はい、そうですよね。 あれだけちょっと癖があると靴の減り方も早いんじゃないですか。そうなんです、うん、片足だけ減りが早いそうですよね、
どうですか、トーク戦でちょっと今背面全体的に行いましたけど、足がすごい強かったです、はいはい、今結構普通に足をしてるんですけど、はい、あ、辛いですか？若干やっぱりちょっと痛みがありますかね、はい、うん、あ、足硬いですね、はい、うん、足と言わずちょっとまあ体、はい、関節が硬いのありますね、はい、あ、どうしてもまあやっぱり内股っていうのがこうロックかけてる感じなんですね、はい、ニュートラルな状態からギュッと寄せて結構制限しちゃってる状態ですので、はい、うん、多分とっさの動きも苦手だと思うんですよ。あ、そうですね結構派手に転んじゃったりとかしちゃう方だと思うんですよ、はい、転びやすいんですね、パッと立て直すのが苦手ですよね。あ、そうです、うん、でも特選やった後だと、はい、割と表面にも柔らかさが出てるので、はい、こうした時に辛さが少ないと思うんですよね。押した感じも柔らかいなって思うんですが、はい、どうですか？そうです ね、気持ちいいですね。気持ちいいですか？これ、はい、はい、まあ、胃の裏あたりなんですね、はい、まあ、ただ胃下垂なんで、はい、もうちょっと普段下にあるかもしれないですけれども、はい、うん、どうですか、ちょっと響く感じですか？響いてます。ここはやっぱりね、すごい硬いゾーンなんですよ、はい、左背中にこう、うん、違和感というか、はい、うん、他よりもちょっと固め差が強いゾーンがあるので、はい、ですね、このちょっと肋骨と骨盤の間そんなに今すごく狭いって感じではないんですけど、はい、やっぱり少しもっと開いてる方がいいなっていうのはあるので、はい、ちょっと、伸ばしていきますね。必要だったらおっしゃってくださいね、はい、あ、いや痛いですか？はい、どうでしょう？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、切りますね。ちょっときついですかね。大丈夫ですか？はい、大丈夫。
ぱりですね、内もたが強いんで、はい、足首は今まっすぐ向いてるんですけど、そこってすごい膝が内側になっちゃって、はい、こうやっぱなりやすいです。ちょっと外向いちゃってるんですよね、膝裏が、はい、大丈夫ですか？はい、はい、自分の沈み良くなってきましたね。動きが出てきましたね。柔軟性が出てきた感じですね。足首硬いですね。くじいたりとかしたことあります？しょっちゅうくじいてるんですね。はい、ガチガチですね。これは左ばっかりなんですか？ねじるの。あ、結構両足やってますか？でも右の方が回り良かったですね。全然違いますね。全然動かないですね。こっち回しにもこっち回しにも全く動かないんで、なんか今緊張されてます？痛かったりしました？あ、いえ特にないですか？はい、何ですかね、ちょっと不自然に左足首硬いですね。あ、いつも通りな通常運転なんですか？はい。本当ですか？これはちょっとすごいですよ。もう変わんないですもんね。かけてストレッチかけていってもかける前とこれぐらいしか違わないんですよね。これは良くないですね。確かにこっちの足捻挫とかしやすい、ね、しやすいですよね。左の方が絶対多いと思いますよ。右と左で全然違いますもん。左は相当これはこじらせちゃってますね。はい、左の状態はすこぶるよろしくないですね。なかなかお客様でもいらっしゃらないぐらいの。あ、でもちょっと出てきましたかね。楽にしてていいですよ。はい、ちょっと指を通しますね。はい、ね、あちこちでちょっと突っ張らせちゃってるんですね。引っかかりが出て詰まってしまってるので、はい、うん、一番大きいんですかね。ふくらはぎですかね。ふくらはぎがこの付近ガチガチですね。これは本当ひどいですね。これはすこぶる良くないですね。あとでちょっと話した方がいいですね。オイル使ってやった方がいいかもしれないですけど、ちょっと今一旦できることやってみますね。はい、これ辛くないですか？あ、はい、はい、はい、なかなか力が抜けないですね。でもさっきよりはだいぶ伸びました。
またすぐガチガチになりますね。これは難儀ですね、これは。この人は相当これは大変な子ですよ、これ。この子は相当機関棒ですよ、これ。相当痛い思い何回もしてますね、これ。そうですね。結構現場でもなんか何回も口言って、はいはい、無理やり動かしたりとか。ああ、もうこれはこじらせちゃってますよ、もう。相当拗ねてますね。腰は良くなってきたんですけどね。足良くないですね。足が結構、うん。足やっぱり土台なので、はい、足首のところで、はい、あれはないです。あれはちょっとやっぱり、はい、そりゃそうですねっていう感じありますね。アクセントの接待は、はい、そしてこういう形ですね、はい、一旦起き上がっていただいて、